人生100年時代の資産形成には長期投資が一番いいと思います、えー、長期投資でコツコツ稼げる銘柄を3つご紹介いたしますこんにちはロジャー堀です、えー、今回はですね長期に保有したい銘柄についてですね、えー、考えてみたいと思います えー、今ですねやはり、まあ、この新型コロナ感染ウイルスの拡大なんかも伴ってですね、えー、相場環境も非常にですね、えー、変化に富んでおりますしまあ循環物色といえばですね非常に、まあ、聞こえはいいんですが何を買ったらいいのかというのが、まあ、非常に難しい相場展開だということもですね、えー、事実だと思います。でこういったたた荒荒れた目があれ,あの荒れた 市場というかですねそういった環境の中でえ長期にですね、まあ、安心してというか、まあ、あの楽しみに持っておく銘柄というのがあればですね皆さんの本当の意味でのですね資産形成というのに、えー、寄与するんじゃないかなというふうに思います。えー、僕らもですね えー、本当に長期保有する銘柄っていうのをじっくり、まあ、考える機会っていうのは実はあまりなくてですねやはり銘柄のことを人に言ったりですねあるいはまあ市場のですね解説をするのはあ、まあ、短ければですね3日ぐらいから1週間あるいは 長くても半年ぐらいのですね目標でだいたまあ申し上げることが多いんですけれども本当に2年3年5年10年といったですね長期に保有して、えー、財産になるというようなまあ銘柄をですね見つけることができればそれは本当にですね、えー、いいことなんじゃないかなというふうに思います。まあ今日ですね、えー、そういった銘柄の候補ですねちょっと3つ、えー、ご紹介をしたいと思います。でこの3つのですね。 銘柄はそれぞれです、ねえー、今からこう注目される分野ですねそういった分野から一、ね、つずつこうちょっと選んでいますので、えーまあ、皆さんもです、ねえーまあ、その銘柄だけにかかわらずその分野に属するです、ねえーまあ、銘柄の中でいろいろ銘柄を開発していただければいいんじゃないかなというふうに思いますまず一つ目はです、ね、サイバーセキュリティです。 世の中はですねどん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  IT 化が進み 5G にもなりインターネット、まあ、そういったものがですね えー、どん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 ですね活用、まあ、されるようになりますでもちろん今も、えー、かなりのですね、えー、活用がされてるんですがおそらく今後もっとですね、えー、幅広い分野でそして深いですね、えー、利用のされ方がされるそうするとですねそれに対するセキュリティこれはですねいたちごっこのように反、えー、永久的にですね続くんじゃないかなと。 いうふうふに、えー、思わわれるわけですねですからこのサイバーセキュリティの分野このおサイバーセキュリティ事業これはですね今後、まあ、成長というかですね人類にとって必ず必要な、まあ、そういったですね 事業じゃなないいいかなという,ふうに思います、まあ、このサイバーセキュリティの分野大手企業もあればですね、まあ、中小の会社も山のようにありますで、まあ、上場会社の中でですね、まあ、いろんな銘柄があるんですがちょっとその中の一つでですねちょっとチャート一つ見ていただきたいんですが。 東証、えー、一部にですねこのソリトンシステムズという会社がありますでこのソリトンシステムズはですねまあ株価がまあそれほど高くないまあ、1700円ぐらいのですね銘柄なんですけれども去年のですね10月ぐらいから行くとですねかなりまあ株価は下がってきました、まあ、22,300 0 0 0円のところからですねまあ1600円700円まで下がってそしてですね今 出直りが始まっているという銘柄ですね。で、このまあ、ソリトンシステムズはですね。まあ、今、あの盛んに言われております。テレワークの関連、それとまあギガスクールのですね関連こういったものでですね。非常に定評があるまあ、日本でですね。やはり。 あの本当に安心できるまあサイバーセキュリティの企業っていうのはですねまあいくつかしかまあないと言われてるんですけれども間違いなくその一社になるのがこのソリトンシステムズだというふうに考えていただいていいんじゃないかなと思います実際ですねこの IT セキュリティ事業の分野ではですねえまあ40%ものですね前期は増益を果たしたりしておりますそれとですねまあこのソリトンシステムズがちょっと楽しみなところはですね実は えー、サイバーセキュリティがもちろん主力な授業ではあるんですが、えー、自動車のですね自動運転の技術にも実は手を出しているんですねまあ、やはり、えー、it 関連のですね技術者を多く抱えてですね、えー、まあ、セキュリティというのは本当にですね真剣にやらないと お客さんに満足してもらえるようなですね商品開発ができませんから確かな技術者がいるですからその確かな技術者をいろんな分野でですね成長分野に投入することができるまあ、そういったのもですねサイバーセキュリティの会社の強みの一つなんじゃないかなというふうに思いますまあ、このソリトンシステムズという会社を一つ覚えておいていただいたらいいんじゃないかなと思いますでそれとですね、えー、次に、えー、挙げていただく 上げてみたいのはこちらのチャートを見ていただきたいんですがこのウェザーニュースという会社ですねこれもですね、えー、昔はもう本当のベンチャー企業だったんですけれども今はですね、えー、当初一部のですね民間の気象情報企業としては世界最大手の企業にまでまあ成長した会社ですねでじゃあもう成長しきったんじゃないかなというふうにですね思われるかもしれませんが実はですね今後 えー、コロナのですね、えー、社会がだん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 こう終わってきましてですね経済活動が活発になってくるそういった中で非常にですね存在感が出てくるのがこのウェザーニュースという会社だと思っていますでなぜかというとですねウェザーニュースというのはまあ確かにその天気予報のですねサイトの会社ですから あの、個人の方もですね、あ、なんか今週土日どっか行けるのかなとかですね、あの、そういったところから身近にですね、使える会社ではあるんですが、収益モデルの主なところはですね、もっとより真剣なところにあります。それはですね、えー、世界を航行する船のですね、船に提供する気象情報ですね。で、この船の気象情報っていうのは本当に真剣な世界でですね、えー、この。 一つのまあ目的地に行くためにですねこの航路を通るのがいいのか別の航路を通る方がいいのかその気象条件によってですね、えー、使用するオイルのですね量なんかが全然変わるわけですね。えつまり、えー、どのルートを通った方がいいのかその選択肢を間違うとですねその海運業のですね業績に非常に響く。でですすから逆に言えばですね、えー、その気象情報が ああ収益にですね、海運業の収益にはストレートに結びつくわけですね。ですから今後ですね、まあ今まあ世界経済が若干止まっているところがありますが、これが活発な動きが出てくればですね、当然海運会社が大きく動き始めます。そして海運会社が大きく動き始めれば、その気象状況をですね、伝えるウェザーニュースへの需要という中、またですね、大きく、えー、増加するんじゃないかというふうに思います。 でこのまあ、今、ですね、まあ、世界で、えーまあ、この手の企業としては最大手にまで成長した、まあ、ウェザーニュースですから、えー、今の,です、ね、このシェアを利用して新たなサービスをどんどん始めようというふうに考えているという話もあります。 まだですね成長の過程にある会社だというふうに思いますのでぜひ、ですねまあウェザーニュースえーまあちょっとですね去年、おととしかなもう2000あ去年ですね2020年のまあ夏にですね大きくまあ株価が上がってですねそれからボックス券の動きが続いていますけれども世界経済の復活と,とともにですねまた株価は上がってくるんじゃないでしょうか。この まあ、世界経済復活という分野のですね、えー、銘柄の一つとして捉えていただければいいんじゃないかなと、まあ、そういうふうに思います。で3つ目のですね、えー、銘柄をちょっとチャートで見ていただきたいんですがちょっとあまりですねこれはご存じない方多いと思いますがニータカという会社がですね、えー、これも東証一部に、えー、あります。でこのですねニータカをなぜおすすめするかというとですねこの3つ目の分野これはですね 何かとというと衛生ということとですね衛生というのは、えー、清潔というそういう意味の衛生ですね。でこの衛生という分野はですねこれ今の新型コロナウイルスのですね感染拡大が収まったとしてもですね皆さんもおそらくもう一度ついた習慣これはですね、えーまあ、かなりの長い間かなりの長い間っていうのはひょっとしたら半永久的に。 衛星というですね意識がまあ、人類の中にですねより強く刻まれたんじゃないかなというふうに思いますそうするとですねやはり衛生関連の銘柄というのは今まで非常に地味な会社が多いんですけれども、えー、長期的に保有していればですね確実に、えー、上がってくるそういう 銘柄がいくつかですね出るんじゃなないいかなという,ふうに思われますですでのでこの衛星の関連の銘柄をですね皆さんも是非探していただきたいんですがこの新がちょっとチャートをですね見ていただきたいんですが去年ですね一旦こう注目されまして、えー、ガーンと上がったんですけれどもその後ですね下がりましてそまあそのままというかですねおとなしくなってるんですがここ最近ですね2,500円ぐらいまで下がったあと徐々にですね回復傾向に 入っていますでこのですねまあえー、新高という会社はですね、まあ、自価総額でいうとま,あまだ200億円程度の会社なんですね。で200億円というとですね非常に、えー、小さいまああのもちろん上場会社でも何十億とかですね10億ぐらいの自価総額の会社も多くあるんですけれどもまあ あまりに小さいとですねさすがに基幹投資家が全く入ってこれませんしかしですね200億ぐらいですとですね基幹投資家の小型株を狙うファンドは買ってくるわけですねでそういうですね基幹投資家が参戦できるギリギリの時価総額それがまあ100億から200億といったところなんですがこの新高はですねちょうどそのレベルの時価総額に属するということでですね、えー 捉えていただくことができると思いますそれとですねこの新鷹という会社はまあ、業務用の洗剤をですね非常に多くの、えー、企業に、えー、出しておりましてですねこの外食産業やあるいはホテルそういったですね えー、宿泊施設ですね。こういったところへのですね、えー、提供が非常に多く安定した会社です。ですので今後ですねやはり、えー、まあ東京オリンピックがですねまあ外国人の方が来ないとかいうことはありますけれども例えばその大阪万博があったりですねまたインバウンドもどこかからかですね復活してくるだろうと思います。でそうするとですね今まあこの宿泊施設とか外食産業にとってはですね最も暗い時期。 でここからはもう少なくとも明るくなるしかないなというふうに思った時にですねそこの衛星の、えー、設備あるいは衛星のですね、えー、洗剤なんかを扱う会社これは確実にその需要が増えてくると思います。ですのでこういったですね新潟のような銘柄をまああまり高いところを持っても仕方がないんですけれども、えーまあ、この今の。 ええ二千五六百円こういったレベルであるとですねまあ p r も十二倍ぐらいですから非常に買いやすいところだと思います、えー、ぜひですねえタイミングを見てえ仕込んでいていただいてもいいんじゃないでしょうか、えー、今日はですねえこの長期保有ができる銘柄としてですねえいくつかのテーマ三つのテーマでですねそれぞれのえ銘柄を挙げてみましたラインのとし方にですね登録していただければえまあ無料のウェブ講座でですね。 えー、銘柄選択の仕方とか、まあ、投資の手法についてもですね初心者の方にも分かるようにご説明をしておりますので是非登録の方もよろしくお願いいたします。